2002年1月16日、インドネシアの中央に位置するセラパラン空港を離陸したガルーダインドネシア航空421便、ジャワ島中部に位置するアジスチプト空港へ向けて順調に飛行していました。途中、気象レーダーに積乱雲が表示されたため、積乱雲が観測されていないエリアへ迂回することにしました。しかし、激しい乱気流と雨に遭遇、エンジンが停止し、再起動にも失敗したことで、川へ不時着する事態となりました。421便はなぜ不時着に至ったのでしょうか。今回は、ガルーダインドネシア航空421便、不時着事故について、事故調査報告書をもとに解説します。本動画は、公式、もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたら、コメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像はイメージであり、事実と相違があるものも含まれます。2002年1月16日、15時32分、ガルーダインドネシア航空421便がインドネシアの中部に位置するセラパラン空港の滑走路27を離陸しました。この便はセラパラン空港を出発後、ジャワ島中部に位置するアジスチプト空港へ向かう定期旅客便でした。使用機材はボーイング737-300、なお本動画では737-800を使用しています。機長、副操縦士に客室乗務員が4名、乗客が54名の合計60名が搭乗していました。この便の機長は44歳、総飛行時間は1万4000時間で、ボーイング737には5100時間の乗務経験がありました。一方で副操縦士は46歳、総飛行時間は7100時間でした。出発時の天候は快晴、有視界での飛行も問題ない状況でした。離陸から12分後、指示されたフライトレベル310まで上昇、巡航を開始しました。離陸から30分後の16時2分、事故の22分前、パイロットはコックピットの気象レーダーで積乱雲を確認しました。そのため、管制官へ悪天候を避けるためにルートの変更を要求。管制官は了承し、悪天候を回避した後は指定の通過ポイントへ向かうように指示しました。16時13分、事故の11分前、目的地が近づいていたため、421便は管制官に対して降下を要求。許可され、フライトレベル190への降下を開始しました。4分後、フライトレベル225まで降下。この時も気象レーダーには積乱雲が映っており、機長は隙間を飛行することにしました。そして管制官から指定の通過ポイントを通過する際に報告するよう指示があり、421便は了承しました。この通過ポイントへは5分後に到達できる見込みでしたが、この了承が421便からの最後の通信でした。この時点でパイロットはシートベルトの着用を客室へ指示し、速度を乱気流に遭遇した際の推奨値に設定、エンジンを点火モードに切り替えるなど、悪天候に遭遇した際の準備を進めていました。直後、積乱雲のエリアに入り、激しい乱気流と降水に遭遇。コックピットボイスレコーダーには雨が激しく窓に打ちつける音が録音されていました。この時、パイロットはエンジンの推力をアイドル、最小限に設定しました。そして、1万8500フィートまで降下した時、両方のエンジンが停止。すぐにパイロットはチェックリストを確認し、エンジンの再始動を実施しました。しかし、失敗に終わったため、1分後に再び再始動を試みましたが、エンジンは始動しませんでした。そこで、電力が失われることを回避するために、補助の動力装置、APU の起動も試されましたが、こちらも起動しませんでした。そして、そのまま降下を続けましたが、8000フィートに達した時点で、雲から脱出。周囲を確認することができ、機長は近くの川へ着水する決断をします。
雲の中で激しい乱気流や雨に巻き込まれた421便。両方のエンジンが停止し、エンジンおよび APU の始動にも失敗。降下を続け、雲を抜けた後、周囲を確認した機長は川への着水を決断しました。16時24分ごろ、フラップや着陸装置を格納したまま、目的地の空港から北東へ21マイルの位置でソロ川へ着水。衝撃により機体の一部は破損したものの、大きな破損はなく、火災なども発生しませんでした。しかし客室乗務員1名が亡くなり、機体は全損扱いとなってしまいました。機長はルート上に積乱雲があることを確認しており、その隙間を飛行したにもかかわらず、なぜ悪天候に遭遇してしまったのでしょうか。そしてなぜ事故は起きたのでしょうか。救助活動後、すぐに NTSC インドネシア国家運輸安全委員会による調査が開始されました。まず421便は離陸後、着陸に向けた降下を開始するまでは順調に飛行していました。そして降下を開始する前、パイロットはコックピットの気象レーダーで積乱雲を確認。予定していたルートを外れ、積乱雲が観測されていない隙間を狙って飛行しつつ降下を続けていました。しかし実はここに落とし穴がありました。レーダーシステムは送信機から電磁波を送信、反射して戻ってきた反射波を受信機で受信し、分析することでどのような位置にどのようなものが存在するかを検出するシステムです。検出したい対象物によって送信する電磁波が異なりますが、航空機の気象レーダーは水分に反射する電磁波を送信します。水分には雨の他にあられや氷なども含まれています。そして反射が強ければ強いほど、そのエリアは強い降水が発生している可能性があり、反射する強さに応じてレーダー画面で色分けされます。しかし降水が強すぎるエリアがある場合、その周辺の状況を示す反射波がその強いエリアによって減衰、弱められることで適切に観測ができないことがあります。これはレーダーの影、レーダーシャドウとも呼ばれ、421便の気象レーダーでも同様の現象が起こりました。この図は421便の墜落直前の飛行経路と気象衛星で観測された雲を重ねたデータで、積乱雲が存在しているエリアを飛行していたことがわかります。そして回収された事故機の先端を分析した結果、この時雨だけでなく氷にも遭遇したことがわかりました。当然ながら航空機のエンジンは水を吸い込んでも問題がないように設計されています。エンジン内部では取り込んだ空気を圧縮して燃料の燃焼に活用しています。空気は圧縮すると熱が発生しますが、この熱により水分が蒸発するため、エンジンが水を吸い込んでも燃焼には影響がありません。また氷については回転数が高ければ、ブレード及び遠心力により中心部分への侵入が妨げられます。しかし想定以上の水分がエンジン内部に入った場合は、空気の比率が下がり燃料を燃やすことができなくなることで、フレームアウト、燃焼が停止することがあります。421便はエンジンが停止する前、降下の途中で水力を最小限に設定していました。そして激しい雨と氷に遭遇しましたが、この時の雨や氷はエンジンの認証基準を超えるものでした。そのため回転数が低いことでエンジン内部に氷が入りやすく、かつエンジンの発熱が少ない状態になっていたところに想定以上の水や氷が入り込み、エンジンがより冷やされる状態になりました。さらにエンジン内の水分が増えたことで空気が薄くなり、フレームアウトしました。それを受けてパイロットはエンジンの再始動を試みますが、ここでも想定外の事態が重なります。エンジンのフレームアウトを確認したパイロットはエンジンの再始動を開始しました。マニュアルによると、大雨の場合エンジンを始動してからアイドル状態になるまで3分ほどかかることがあるとされています。しかしパイロットは1回目の再始動後1分経過した時点で失敗したと判断、
再び再始動を試みました。そのため1回目の再始動が妨げられた可能性があります。そして2回目の再始動が失敗した後は補助動力装置 APU の始動を試みました。しかし APU の始動にも失敗。 APU はバッテリーから供給される電力で起動しますが、バッテリーにも問題がありました。バッテリーはいくつかの電池をまとめたもので、その一つの電池のことをセルと呼びます。セルの中には電解液という液体が入っており、この液体により充電および放電することができます。421便のバッテリーは11番と12番のセルを連結するパーツが腐食しており、センサーが欠落していました。この部分はバッテリーの中で最も高温になる位置で、センサーは高温を検知するものでした。バッテリーの温度が高すぎるとセルの電解液の水分が蒸発します。そのためバッテリーの温度が高くなると充電を止める仕組みが備わっていますが、421便のバッテリーは高温を検知できなかったため、一部のセルの電解液が少なくなっていました。そのため必要な電圧が出せず、 APU が始動できませんでした。これらの調査結果とともに、国家運輸安全委員会は様々な勧告を行っています。まずは航空当局やエンジンメーカーに対して、悪天候を回避できない場合エンジンの推力を上げるなど、フレームアウトを防ぐ手順を明確にすること。気象レーダーメーカーに対してはレーダー遮動をなるべく減らすなど、さらなる精度の向上。航空会社に対してはパイロットが飛行中に異常気象を適切に判断でき、かつ悪天候に遭遇した場合に十分対処できるような訓練を行うことなどが勧告されました。レーダーの盲点から想定以上の悪天候のエリアに突入、エンジンがフレームアウトした上に再起動の手順が適切でなかったことと、バッテリーのメンテナンスも不適切だったことが重なり、川へ不時着する事態となりました。以上、ガルーダインドネシア航空421便不時着事故の解説でした。よろしければ感想などのコメントや高評価もしくは低評価、どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。